おう。おい。あん？いや。ちょっと。さん、ああ、ふう、何？10年前、合田龍二を初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。
これは、これがあのおたぶりさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちがゴーダ竜寺に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風掘りを継ぎます。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
いえ。お願いします。ああ、そうだな。俺もお前と二人きりになれて嬉しいよ。初めてよ。ああ、初めてだから優しくしてくれよな。うん、ひんに。おい、いや、はい、気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。
ありがとうございました。さあ、行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。それでは出発。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。ねえ。それでは出発。行きましょう。もうすぐ。着いたわ。
お？おい。おい。ん？はあ。お？おい。おい。しばらく寝てろ。
きましょう。もうすぐよ。着いたわ。何？え？
おい。え？おい。いらっしゃいませ。はい。うん？ありがとうございました。ねえ。おい！いや。はあ？うん？おい。はあ？はあ？おい。何？行きましょう。おい。
ほほそりゃったく、時間食っちまった。時間食っちまった。
何？ああ？
ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の矢端は58馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で矢端は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、矢蓋はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。父兄の別所から彼のことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。矢蓋は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られた。けど
あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう、キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？急所が外れてわしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらってこうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は真言派のボス？その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ヒゲを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。真言派の連中か？そうだ。
ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。会長の居場所を言え。派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。
話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの孤児院ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人号派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。やはり罠だったんだな。待て、そいつは東条会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだった。俺を撃たないのか？どんな償いでもすると言ったろ。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、
そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。だから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり。こいつつこて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな専務。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。Team!
ありがとうございました。
を積むな、おっさん。時間食っちまった。なぶな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい。
ありがとうございました。
地区まで行こう。それでは。おい、ちょ、いや、
まで行かれますか。それでは出発いたします。どこだ。天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾取ったりゃ。ここがお前の墓場や。
さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。悪いけど、餌になったりや。骨まで噛み砕いとるや。
わりゃ、化け物かい。はるか、返せ。リュウジ、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のまねや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。いよいよ明後日、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。ほな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。しっかりしておじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口、大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。はい、これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。
おじさん、おじさん、あれ見て、さくらだよ。ん？はるかの知り合いか？違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。じゃあ社長、来期のドラマの件、よろしくね。ああ、わかった。ご主人、任せてくれ。綺麗な人だったね。うん。行こう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。いや。おい。
逃げても無駄だ。おい、
君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。ハルカ、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの？私もう一人になりたくない。そうじゃない。俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら、一人でも会いに行くよ。カムロ町までおじさんに会いに。ハルカ、さあ帰るよ。ちょっと待ってーな。ここまでしてわし空振りかいな。な、殺生な。わしの金の卵が、わしのダイヤの原石が。ごめんね、社長さん。それや、それ、その笑顔。何でも許したくなるその笑顔が君の仏家で。バイバイ。ほな、さいなら。って、アホかいな。わしがたぶらかされてどないすんにゃ。わしゃ、まだまだ諦めまへんで。強そうだな。殺すぞ。時間食っちまった。行こう。ほっほほう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。取らせやがって。おい、いや、いらっしゃいませ。ありがとうございました。死ね！
たく、時間食っちまった。いや、おい、おじさん。
行こう、もうすぐだよ。伊達さんを誘拐しただと。まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ。警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ二十数年前までは倉橋という名前ではなくジ・ヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々鎮魂派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただきますよね。カムロ町の心臓部、ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。わかった、必ず行く。あ、そうだ、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければわかります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。しばらくの間近江連合の動きは府警で食い止める。ああ頼む。
倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら薫は。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったからおじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。そのまま突っ走れ。
ここって…ああ、セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。ハルカはここで待っていてくれ。うん、気をつけてね、おじさん。ああ。ああ。
ほっほう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ようこそ、キリュウさん。あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？クラージー、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパクフェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗殺人放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？
そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ。お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って、娘って誰のこと。まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。え、あなたが私の父親なの。違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。河原さん。河原、俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は神言派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。うこの町を神言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ！
動いたら撃つわ。死ね。初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。おじま、愛の절대못줘。やめろ。이건나죽게내버려줘。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は、
別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人言派の構成員だ。それから俺は日本にいる人言派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人言派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね？そうや。それでスヨンは人言派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ？ああ。だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は
人言派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな、お前の手を握るのは。俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。結局はここに戻っちまったか。ああそうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。26年前、佐山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いな。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本門の竜になるみ。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。
ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力を神室町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の。ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか。その手があったか。佐山、お前これからどうするんだ。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。何？